例えばこうスライスというふうにこう予想したとするじゃないですか、こういうふうに。で、芝目だったりとか、あの傾斜だったりとかっていう要素がこうあって、うん、で、これは多分スライスラインだなっていう概念をつかむと思うんですよね。で、ただ 100% はもうスライスだと思ったらいいと思うんですけど、例えば8割ぐらいこれ多分スライスだなみたいなってなってくると、うん、自分の中で多分これがここからスライスラインだっていう基準ができると思うんですよね。例えば8割あったらこれはスライスラインだってなるけど、もう下の方につれ行くにつれこれスライスじゃないって判断すると思う。で、経験が上がるにつれこのパーセント度合いがこう上の方に上がっていくとは思うんですけど、ただ 90% まで行きました、これが 89% になった時にどう判断するかみたいななっちゃうと思うんですよね。これスライスラインなのかな、フックなのかなみたいな、ほぼスライスなんだけどでもちょっと違うみたいなっていうのが脳内に起こってくると思う。その時に外すっていう。なので経験を積めば積むほどちょっと違うなと思ったら悩むっていう、はいはい、当たりもつけやすくなるけどその分悩みやすくなるから外れる率も高くなってくるっていうことか。何が言いたいかというと、読んだからって入ると限らないっていう、ある程度読めてれば大丈夫じゃないかなっていうのと、あとあんまり読みすぎると外すっていう、まあそれは分かる気するな。シャッチ決めないのってありますか。タッチ決めない、意味がわからない。ちょっと、いや、まあ、ケースケやると俺はちょっと安心できる。少数派すぎて。ただ、なんかニッチすぎてちょっと怖いわ、そこ。タッチ決めないでどうやって打つの、逆に。いや、なんか僕、その、自分の中で実験したことがあって、うん、あの、こう、何気なく打ったら、こう、距離感が合いました。で、うん、なんで距離感があったんだろうかと思っていろいろ試行錯誤したんですよ、うん、そしたら全然距離感が合わないんですよね。これどういうことかなと思って、うん、距離感を決めるとタッチが合わないっていうその、うん、ことが起こってんじゃないかなと思ったんですよ。さあ続いてのテーマに。